はい、皆さん、こんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、リクエスト占いになります。高橋優斗くん、脱退後のハイハイジェッツについて占っていきたいと思います。はい、以前ですね、高橋優斗くんの今後について占ってほしいというものがございまして、そちら占っていったんですけれども、今回はですね、彼が脱退した後のハイハイジェッツについて気になるという方いらっしゃいましたんで、占っていきたいというふうに思います。もっとですね、早く占いたかったんですけれども、なかなかですね、時間が取れず申し訳ございませんでした。はい、ハイハイジェッツさんでございますね。まだですね、デビューはしてらっしゃらないジュニアのグループではありますけれども、かなりですね、人気が高いというふうにお伺いしておりますんで、これからですね、ハイハイジェッツがどうなるのか見ていきたいというふうに思います。ではまずですね、星回りから見ていきましょう。ハイハイジェッツさん、まあ、結成日がですね、2015年10月26日、まだハイハイジェットの頃だと思うんですけれども、それをですね、起算日にして占おうかなというふうに思います。まあ一応ですね、今までの占いではですね、デビューしてらっしゃる方に関しましては、デビュー日を起算日にして占っていくんですけれども、まだですね、デビューしていらっしゃいませんので、一応ですね、このハイハイジェッツという形がですね、できた日を結成日といたしまして、占っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。で、多分このね、日付で合ってると思うんですが、ずれたらですね、また教えてください。はい、では行きましょう。メインが天星、サブが、違う、メインが明星、サブが天星、隠れてる星の頃に愛星が入り、安心星に三星が入る、そういう形になるんですが、非常にですね、明るい星を持ってらっしゃいます。それにですね、非常にですね、こう、なんていうのかな、真面目で、こう、上を目指そうっていうですね、機運もある、そういうグループさんだと思いますので、とてもですね、みんなに元気を与えて、で、いろんなですね、称えられる賞とか、そういったものもですね、もらいやすいグループさんなのかな、というふうに思いますね。で、今年の運気なんですけれども、かなりですね、乱高下する運気になります。めちゃくちゃいいと思ったらズドンと落ちるといったような、そうですね、乱高下の機運でございますので、まあ、いつも以上にですね、慎重に動いていただいた方がいいのかな、というふうに思います。で、気をつけてもらう月なんですが、まあ、もう今年もね、あと、もう少しでございます。一応ですね、私の占いではですね、来年の2月の立春までをですね、今年というふうに、見ますので、まあそれで言ったらですね、まああと数ヶ月あるなというお話なんですけれども、気をつけてほしい月はですね、12月と来年の1月です。はい、12月はですね、暗検察が入ります。ですので運気自体は悪くないんですが、そうね、彼らのせいではない、こうなんていうの？トラブルであったりとか、それこそ交通事故とか、そういったものが起きやすいので、より注意してほしいと思います。で、1月はですね、またこれもですね、乱高下の運気になります。ですので、まあ、慎重に行ってもらわないとズドンと落ちてしまう可能性ありますので、ぜひですね、気をつけてもらったらいいのかなというふうに思います。ではですね、星回りから見る今年の運勢、そういう感じ。では次参りましょう。今のメンバーのお気持ちですね。それをそれぞれ見ていきたいというふうに思います。ではまずはですね、橋本くんから見ていきたいというふうに思うんですけれども、はい、橋本くんですね、子役からやってらっしゃる大ベテランというようなですね、ことを聞いておりますけれども、はてさて、どうなるのか、そこをですね、見ていきたいというふうに思いますね。今どう思ってるのかな？やっぱりですね、かなりですね、高橋くんの、なんていうの？存在って、揺れちゃった、ごめんね。大きいというふうに聞いておりますので、それがどうなってるのか、今、橋本くんがどう思ってるのか、占っていきたいと思いますね。はい、ではリーディングしていきたいと思うんですけれども、今回もですね、気持ちを占うスプレッドでございますから、逆位置取らずに見ていきたいというふうに思うんですけれども、あー、なるほどね。すごくですね、なんていうのかな、復活っていう意味がですね、とても強い
意味合いを持っているカードが出てます。それがですね、この審判になるんだけれども、これが出てくるってことはですね、なんか目覚めの時、自分が進むべき道を見つけたみたいな、なんかそういう覚醒みたいな、そういったイメージがですね、出てくるカードになるんですね。ですので、なんかですね、橋本くん、まあ大ベテランでいらっしゃいますけれども、やっぱり自分の道はこれなんだっていうふうにですね、思い決めて、そのですね、道がうまく回ってる世界のカードも出てるので、何か、大きなお仕事でも決まったのかな、なんかですね、とても自信がつくような、心持ちにいらっしゃるのかなというふうに思いますね。で、真ん中のカードにカップの3が出てます。これ友愛という意味があるんだけれども、まあ、やっぱりですね、仲間を大事にして頑張っていこうというふうに思ってらっしゃる、そういうところがですね、あるのかなというふうに思いますね。橋本くんに関しては心配ないかな。とてもですね、こう前向きな気持ちでいられてる、そういう感じがあるのかなというふうに思いますね。はい、では次参りましょう。井上くんでございますね。かなりですね、ドラマにも出てらっしゃる演技派というふうにお伺いしておりますけれども、彼が今どういう気持ちなのか見ていきたいというふうに思いますね。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、はい、今回ですね、井上くんの、気持ち見ていくので、まあ逆意しとらずに見ていきたいというふうに思うんですが、なるほどね、あのね、とてもですね、芯の強い方かなというふうに思いますね。こちらです。力のカードが出ております。ですので、なんていうのかな、ちゃんと心を強く持って頑張っていける、そういうですね、精神状態にあるのかなというふうに思いますね。で、その上、マジシャンのカードも出てます。これがですね、何事もスムーズにいくとか、そういった意味があるんだけれども、これが出てるってことはですね、もうお仕事も順調だったりとか、いろんなことを器用にこなせてる物事が、まあ、うまく回っている、そういったことを表すのかなというふうに思うんですね。ですので、まあ、井上くんに関しても心配はないのかなというふうに思うんですが、ちょっとね、これが気になりまして、悪魔のカードでございます。まあ、悪魔と聞くとすごい怖いなというふうに思う方もいらっしゃるのかもしれないんですけれども、これですね、まあ、基本的には欲望とか執着とか、そういった意味があるんです。ですので、何に対する欲望、執着っていうふうに思うんだけれども、これはですね、もう皆さんの解釈に任せたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では次行きましょう。猪狩くん見ていきたいというふうに思いますね。はい、猪狩くんといえばですね、頭脳派というふうにですね、はい、お伺いしたんですけれども、合ってますでしょうか。いろんなですね、そういうバラエティにも出てらっしゃるらしいんですけれども、さあ、猪狩くんの今のお気持ち見ていきましょう。はい、では猪狩くんの気持ち見ていきましょう。今回もですね、政治で見ていきたいというふうに思うんですが、なるほどね。はい、では見ていくと、いきたいと思うんだけれども、まずですね、ペンタクルの6が出ております。ですので、基本的に今自分がやっているお仕事に対しての、まあ、成果は出てる、ちゃんとこうなんていうのかな、見返りがある、報われてる、そういうふうに思ってらっしゃるので、不足はないと思うんですが、ちょっとですね、気分がですね、移ろってます。なんかね、迷いみたいなものがちょっと出てきてる感じがあるんですね。で、おまけにですね、忍者のカードが出てます。ですので、なんかみんなでワイワイというよりは一人になりたいみたいな、なんかそういうですね、気持ちが出ている、そういう感じがあるんです。ですので、なんだろうな、ちょっとお仕事なのかプライベートなのかわからないんだけれども、ちょっと迷いが出ている、そういったところが終わりになるのかなというふうに思いますね。はい、ではですね、猪狩くんに関しましてはそういう感じ。では最後で佐久間さんでございますね。佐久間くんか、ごめんね。最年少のメンバーさんということで合ってますでしょうか。なかなかですね、可愛らしいお人でございますけれども、やっぱりですね、末っ子さんということでございますので、まあいろんなね、まあ気苦労もあったりなんかするのかなというふうに思うんですけれども、さあ、佐久間くんが今どう思ってるのか、それをですね、見ていきたいというふうに思いますね。はい。
はい、ではリーディングしていきたいと思うんですけれども、はい、佐久間くんの今の気持ちをですね、また見ていきますので、聖地で見ていきたいというふうに思うんですが、なるほどですね。はい、まずですね、ジャスティスのカードが出ております。ですので、今の位置で、まあ、正当に評価されているというか、ふさわしい場所を与えられている、そういうふうにですね、まずは思ってらっしゃるのかなというふうに思いますね。で、その上で、ワンドのクイーンが出てます。で、これが出てくるってことはですね、おそらく力のある女性がですね、彼に目をかけて育てていこうとか、引っ張っていこうとか、そういうふうに思ってらっしゃる感じもありますので、そういった面では盤石なのかなというふうに思うんだけれども、一方で気になるのがですね、こちらのカード、愚者のカードですね。これが出てくるってことはね、冒険したいとか、飛び出したいとか、そういった意味があるんですよ。ですので、まあ何に対して冒険したいのかっていうお話なんですが、まあ新しいお仕事のジャンルを開拓したいと思っているのか、そうね、新しい場所って思ってる可能性もあるけど、でもまあここにね、ジャスティスがあるからそれは薄いのかなというふうに思いますが、まあ何せよですね、もっとこう冒険していきたい、そういうふうにですね、思ってらっしゃるところがあるのかなというふうに思いますね。はい、ではですね、4人の今のお気持ちはそういう感じ。では最後です。気になるハイハイジェッツの今後のお仕事運でございますね。まあ、タロットはですね、そうね、1年間を見るものもあるけれども、まあ、だいたい2、3ヶ月から長くて半年後くらいでございますね。とりあえずですね、まあ、年明け前までくらいにですね、運勢見ていきたいというふうに思いますね。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、なるほどね。はい、一応ですね、まあ2、3ヶ月後くらいまでの未来と思って見てもらったらいいと思うんですけれども、ハイハイジェッツのグループとしてのお仕事運はですね、まあ、結構ですね、苦労する感じが見て取れます。まあ、多分ですね、高橋くんが抜けたことによって、まあいろんなですね、構成とかも変えないといけないし、そういったところでですね、いろんなことが出てくるんだと思うんですけれども、でもですね、多分ですね、先ほど見た個人の気持ちはですね、いいカードがいっぱい出ておりましたので、個人仕事は大丈夫だと思うんです。ただですね、まあ、グループとしてはちょっと2、3ヶ月は苦労する感じがあるのかなというふうに思います。ただですね、ワンと4が出ております。ですので、安定はすると思う。うん、だから仲間の絆であるとか、今の既存のファンの方とか、そういったところの気持ちはですね、まあ安定に向かっていくそういう感じがあると思いますんで、この2、3ヶ月がちょっと乗り越え時かなというふうには思いますね。はい、ではですね、最後に、ハイハイジェッツがよりですね、いい未来に行くためにどうしたらいいのか、日本の神様カードに聞いて終わりたいと思います。あ、出てきた。どっちだろう？こっちかな。はい、2個。おー、なるほどですね。はい、スクナヒコナの神様とオオヤビコの神様が出てまいりました。はい、はい、ではですね、2枚のカードリーディングしていきたいと思うんですけれど、まずですね、スクナヒコナの神様、この神様ですね、休養を取りなさいという神様になります。ですので、まあいろいろですね、バタバタとしてらっしゃったと思うんだけれども、ちょっとですね、クールダウンして、まずは休息を取るべきだというふうにおっしゃってます。で、その上で、オオヤビコの神様が出ております。この神様はですね、なんていうのかな、古いパターンを手放しなさい。そういう神様になるんですね。ですので、今までのやり方ではやっぱりですね、メンバーが変わりましたからですね、できないわけですよ。ですので、それをまず手放すところを、真っ先にやってもらったらいい方向に行くよって言ってますから、ぜひですね、はい、頑張ってほしいと思います。応援しております。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。よろしければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。あとですね、見たいよって言わないとございましたら、コメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。